続いては名古屋市守山区からお越しの滝田千鶴子さんです。よろしくお願いします。滝田さんはこういう大きな舞台は2回目ということで、ね、もう頭が真っ白なんておっしゃってますが、かなり練習されたようで喉がちょっと枯れちゃったみたいですね。頑張ってください。生きなさいこのまま、私を振り切って、二人の思い出なら置いていっていいから、あなたには明日がある、ここから見送るわ、せめて今は聞きたくない、胸が痛むから、窓の雨だれもそっと泣いて